本日ご紹介のリーベスト本木3軒206号室2780万円 3LDK、71平米ありますね。こちらが、シューズクロップ、まあ基本既存のものですね。特に交換はしてないです。ただフローリングクロスについては、新しくなっております。クローゼットですね。奥行きは十分あります。こちらの洋室も、カウンターになってて、まあ白のフローリングなんで非常に明るいです。クローゼットも、上まで高さがあるのでありまして、奥行きも結構ありますね。ただ既存のものです。交換はされていません。こちら行きまして、廊下にも収納がかなりあって、こういう感じで収納が結構奥行きがあります。こちら洗面台です。洗面化粧台ドレッサーも交換されておりません。既存のものですね。収納が横にあります。バスルームも既存のもので、特に新規交換もせず、浴室乾燥機もないですね。こちらから和室に移動できます。こちらにも収納があります。建具は既存のものなので、扉はそのままですね。こちらがトイレです。トイレも既存のものです。一応ウォシュレットはついてます。でこちらがリビングダイニングで、キッチンも、システムキッチンも既存のままですね。コンロは新しくなってます。あとビルトインタイプの水栓も新しくなってます。浄水器がついてます。でこちらの畳も新しくなってまして、クロス、襖も新しいものになります。押し入れも、奥行き十分あります。天袋もありますね。リビングダイニング、まあワイドスパン、ワイドタイプで横長リビングなんで、すごい使いやすいと思います。フローリング、クロスは全部交換してありまして、まあ、テレビモニターのインターホンもついてます。カウンター下が収納になってます。まあ広く感じますね、カウンターキッチン でこちらからバルコニー、バルコニーの幅や奥行きはまあ標準タイプですね。目の前が公園なんで、公園と小学校があります。そこは非常にセールスポイントになります。以上リーベスト本木3軒でした。